はい、こんにちは、千秋です。今羽田空港国際線にいるんですけれども、私ですね、いつもこのプライオリティパスという、世界中の空港のラウンジが使えるメンバーズカードを持っています。で、これで、今回羽田空港で使うの初めてなんですけども、使えるかなと思って来てみたら、なんと残念ながら羽田の国際線では、このプライオリティパス使えるラウンジないそうです。成田空港のみっていうことなので、ちょっと今回ね、下調べしてこないでそのまま来ちゃったので、前成田で使えたから羽田でも使えるかなと思って来てみたんですけども、残念でした。はい、皆さんもプライオリティパス持ってると、バンコクでも試してみたいと思います。また報告したいです。ではでは。